労働をインセンティブにしているキャンペーン。N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するのはこちら、Indeed×ファンタスティックスマネージャー募集キャンペーンです。公式 X にて引用リポストで熱い応募動機を投稿すると、ファンタスティックスの1日マネージャーになれるというキャンペーンです。それでは烈さん解説お願いします。はい。EXILE TRIBE の新グループとして EXILE の佐藤大樹をリーダーに、パフォーマンス集団として2016年12月29日に結成されたファンタスティックス from X EXILE TRIBE の1日マネージャーになれる権利とい こう労働をインセンティブにしてしまったデジタルプロモーションです。ファンタスティックスが Indeed の Web CM のに出演したのをきっかけに、公式 X をフォローして熱い応募動機を引用リポストで投稿するとマネージャー候補者に当選 DM が届くというもので、こう応募規約とか見ていくと3名のマネージャーを最終的に募集しますよと。で、就業時間は10時から18時、そしてインセンティブなんですけどちゃんと日給1万5000円もついてきて、雇用形態は業務委託と、まあインディードらしく丁寧に書いてあるわけですね。で、さらに、まあ、フォロー引用リポストキャンペーンで DM が届いたら普通は当選者みたいな感じなんですが、 DM が届いた人はマネージャーになれるというわけではなく、あくまで候補者として面接をしっかりしてから採用となるようで、1日といえどマネージャーになるのは楽な道ではありません。ファンとの交流イベントやスペシャルライブチケットなどをインセンティブにすることはアーティスト企業のデジタルプロモーションでは多く見られますが、ここまできっちりマネージャーという労働をインセンティブにしているのは新しい。とはいえアーティスト側への配慮とかも必要そうになりそうなので簡単にはいかなそうですね。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。現在無料出張勉強会のご依頼を募集しています。詳しくは概要欄をご覧ください。